毎回陸上の新しい大会を取り入れて、やるようにしております。今回はですね、ピカサ3というのを、使ってですね、アルバムを作っているというのをやっていきたいというふうに思います。ピカサも、2の時代はね、まだ大したことなかったんですけど、3がリリースされて、すごいね、いいものになったので、ぜひ。